はようございます。どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今僕は六本木に来ています。今朝の7時15分です。いい天気なんですけどもめちゃくちゃ寒いです今日は久しぶりに外に出かけますので、皆さんにいい映画をお届けできるかなというふうに思います。あれ、なんか雰囲気が変わってますけどもやってるのかなこれ。閉店してる。上は開いてるんですけども、ただまあ開いてないんじゃ意味がないですよね。ありました。やっぱ朝活気持ちがいいです。次の場所に移動したいなというふうに思います。じゃあ次は、せっかくいい天気なんでちょっと六本木じゃなくて東京タワーの方まで歩いていきたいと思います。もうなんか歩きながらぼーっとしながらお散歩するのも好きだったりするので、その間にちょっと今日何話そうかなっていうのは考えていきたいなと思います。はい、でも本当にこういうところは気持ちよくて最高ですね。はい、ということであれから20分ぐらい歩いてきまして、東京タワーのお膝元にある芝公園に到着しました。ここの周りってだいたい交通量が多くてすごいうるさいんですけど、この芝公園は本当にすっきりしてて静かで気持ちがいいです。いやー平和ですね、本当にもう大好きな場所です。でも引っ越しをしてからここに来るのがちょっと面倒くさくなっちゃったというか億劫になっちゃったので、なかなかその来てなくてですね、もう久しぶりに来ます。ここは都内は基本的にこうわちゃわちゃしててガーってうるさいんですけども、でも中にはこういうすごくし静かですっきりした空間もあるわけなんで、そういうところをまたこれから開拓していきたいですね。前ちょっとライブ配信でシェアした晴海ふ頭もかなりおすすめです。で今からですねちょっと横浜の方に移動します。で横浜の方に移動して健康診断とか受けに行きたいと思います。ヘルチェック健康診断を受けてきます。久しぶりです。はい、ただいまー。はい、じゃあよいしょと、よし、OK。あら、なんか結構ごちゃごちゃしたものが多くなっちゃいましたけども、いろんなことをやっていたらあっという間にその部屋の中がごちゃごちゃしちゃうっていう人多いんじゃないかなというふうに思います。例えばこういったものなんかは輸出のために仕入れた商品だったりもするんですけども、こういったものが家の中にあると無駄に思考がこういったところに持ってかれちゃったりとか、こういう洋服を畳むっていう作業も地味に大変というか地味に時間かかっちゃいますからね。そう、しかもなんかこう15年後振り返った時に、ああ俺あの時洋服畳んでてよかったなって思う時って僕は多分来ないと思っているので、なので洋服畳むのは本当にこう生産性が低いというか、少ない洋服で過ごした方がいいなっていうのはすごい感じます。っていうのはまあいいんですけども、僕でもですねこういった感じでこう気を抜いちゃったりとかするともうすぐに物でごちゃっと溢れてしまいます。そういった方がいかにこうすっきりした空間をキープして居心地のいい部屋にしたりとか、あとはやりたいことであったり集中したいことに集中ちょっとおかしいな、やりたいことだったり好きなことに集中フォーカスする環境づくりのために僕が意識しているところポイントっていうのをですね今回はシェアしてみようと思います。今回お伝えする内容もものすごくシンプルなことですし今すぐにできることだと思います。でまず一つ目なんですけども、定位置を決めるっていう
ということなんです。で、例えば家外から帰ってきてこう家でこうリラックスするときにこう荷物をこうやって置いてですね、でその中にあるこうものをこうやって出して、うわ疲れたってやると思うんですけども、そうこうするよりもこういう書類っていうのはまずここに置きます。で、こういうノート類は一旦カバンから全部出しまして、ここの定位置にしまいます。はい、カバンはここの位置に、はい、入れます。で、ここにある書類は一旦パソコンにデータとして入力した後に、こちらのファイルに入れて確定申告に備えるっていう感じですね。はい、で、こういった段ボールは一応ここに一時的に保管をしておきます。で、いつ何をどこで何誰から仕入れたかっていうのはここからで Excel データに全部入力をします。で、入力がし終わったらこれを外注さんに発送します。なので今ここに一時的に保管しています。ここが定位置ですね。そうで、例えばこういったものなんかも気づいたらこういうところに散らばってるんですけども、ちゃんと定位置がありますのでこういうところに戻していきます。よし、で洗濯物もちゃんと畳んでと。そうで、こういった洋服はちゃんと畳みます。そして僕たちの場合はこういったところに入れますと。はい、そう、洋服はこうやって縦に収納するとすごく整理整頓しやすくていいらしいです。はい、そしてこのタオルたちはここのスペースですね。はい、 OK です。よいしょ。はい、そんな感じで、ここがすっきりしました。やっぱりこういったすっきりしたスペースの方が仕事もしやすいですし、リラックスもしやすいので、まずは物の定位置を決めるっていうだけでも部屋すっきりした空間をキープできるんじゃないかなというふうに思います。僕自身ですね、ミニマリズムなライフスタイルを送るようになってから1年ぐらい経った時に、なんか気づいたら増えてるっていう時はあるんですけども、でも気づいたら減ってるとか気づいたら片付いてるっていう時はないなというふうに思いました。そう、なのでやっぱり片付けたり減らしたりっていう作業は意識的にちゃんとやっていかなきゃいけないなっていうのは日々意識してます。ということで、今回この動画を見てくれている人が意識的に物を減らしていったり、その整理整頓していってリラックスできる空間にしてほしいですし、めちゃくちゃシンプルで簡単ではあるんですけども、だからこそそれを意識的に続けていってくれたら、まあ、それを習慣化できたらもっとなんか皆さん、まあ、僕自身もそうですけども、どんどん身軽になるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということで今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと思っていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら大変嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。